ジョー社長について、ジョーの社長のね、牛タンの会社が倒産したことについてなんですけど、実はこの間林社長が、YouTube 令和の虎でですね、解説されてたと思うんですけれども、その中で僕すでにその前にですね、林社長と対談してて、でジョー社長のことは結構聞いてましたし、僕の対談動画でも同じようなことを話してくれてて、まあちょっと内容は被るんですけども、僕の対談動画でも流そうかとは思ってるんですよね。で、ジョー社長に関してはですね、ダメになった人をそんな悪く言うつもりは僕もうさらさらないんですが、やっぱりちょっとずっと違和感は実は感じてたんですよね。令和の虎でいろんな方にコメントでこう叩かれてたじゃないですか。で、まあ虎の方たちはやっぱりいい人なのになみたいな意見だったと思うんですよ。で、僕もいい人であることはいい人だなと思ってたんですけど、やっぱりこう令和の虎の中でのやり取り自体がちょっとこうずれてるなって思うことは多々ありましたね。で、例えばこれ視聴者の気持ちなぜ考えないんだろうなと思ってたことが何回かあったのが、必ず、お人柄はすごく良かったんですがっていう言葉を使われたりしてましたよね。で、本当に人柄がいいと思ってたんだら毎回毎回その言葉使わないとやっぱ思うんですよ。で、毎回この言葉使っちゃダメだなとかあって、人間の本能的に、まあ、経営者の人たちとか相手の心理を読める人たちっていうのは多分察知すると思うんですよね。で、例えばこの質問しちゃったらちょっと視聴者さんに受け悪いなって思ってかもしれないとか、例えば、まあ、腕組んでこうなんかこう顔をこういう顔されたりとかずっとしてたじゃないですか。で、その顔がふてぶてしい的なこともよく言われてたんですよ。で、コメント欄も結構読まれてる方だったので、そういう意味で言ってもなんでやっぱ気づかないのかなって、それを同じことをずっとやっちゃうっていうのがちょっと危ないなと、経営者としてはちょっと危ないなと、これはもう後付けなんでちょっと何とも言えないんですけど、少し危ないなとはやっぱ思ってたんですよね。で、つまりはですね、やっぱり、修正能力がある人っていうのがやっぱり経営能力に優れてる人だと思うんですよ。そこの PDCA を回せる、 PDCA って難しい言葉使っちゃったんですけども、要するにまず計画立ててやってみて、ダメだったら見直して、でさらにもう一回アクションして実行していく、これができる人がやっぱり良い経営者なんですよ。で、これがやっぱできないってことは多分経営者としてちょっと厳しいとこあったんじゃないかなってやっぱずっと思ってたんですよね。なんで治らないんだろうみたいな、なんでこうなってもおかしくなかったかなって気してて、で、なぜああなったかというと、青汁さんは最初無料で、取り上げてもらってたっていうね、あの YouTuber の人に牛タン自体を無料でこう取り上げてもらってたみたいな話をしてたんですが、実際は違ってて、最初からずっとお金を払ってるんですよね。で、結構なお金払ってるんですよ。で、その金額は例えば朝倉未来さんとかだったら、これあんまり言っちゃダメかな、倒産してるからいいのかな、まあもうそれこそ、結構な額です。もうこれちょっとあんまり言わないでおきましょう。僕ね、迂闊に言って怒られること多いんで、まあ自分は隠し事がないんでね、人も隠し事ないだろうみたいなあの感覚で喋っちゃうんですけど、自分にしか言ってないことを人にペラペラ喋るのって良くないんで、ちょっともうそこは言わないようにしようと今思ってるんですけど、まあまあ結構な額ですよ。で、それによって数千万円のまた売り上げが出たので、これはいいなってなったわけですよね。で、他にもいろんなそういう YouTuber の方にお願いしてってやってたんですね。ところが YouTuber の方にお金は先に払います。でも、支払いっていうのが結構先に出てっちゃうんですよね。これ何かっていうと、保証金みたいなものがあったりとか、まあなんかこう、先にお金を入れないとダメなことが結構発生するみたいなんですよね、牛タンの仕入れも含めて。で、その前に牛タンの前に焼肉屋さんとかをやってたものが結構コロナの影響で潰れたりとか、もしくは新しく出した、確か関東に出したお店も、うまくいかず結構潰れちゃったりしてたんですよね。で、そこでダクトが余ってたりとか、その用品が余ったから、それを、令和の虎のあのオンラインサロンのメンバーに売ってあげて、それ焼肉屋よかったらこれで使ってやりなみたいなやってたんで、要するに結構実業で失敗しちゃって、結構多分借金作ってたんじゃないかなと思うんですよ。ここはちょっと推測ですけど。で、なおかつ思った以上に、宣伝広告以上の利益が実は出てなかったと思うんですよね。で、利益の計算が結構甘かったはずなんですよ。宣伝広告費を例えば500万かけて売上が1000万上がりました。
よしうまくいったって思ってたみたいなんですけど、1000万円のうちの原価が例えば、30% とかかかって、さらに令和の虎で、リターンの部分でお金を払ってたりとか、その他にも実は、いろんな経費、人件費がかかってる。これによって実は500万の宣伝費に対して1000万の売り上げで利益が出てないってことに気づかずに、そのままいろんな YouTuber の方に多分依頼してたみたいな、これが多分答えだと思ってて、それによって利益がどん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 出なくなっちゃってるのに気づかずに、あれ知らないうちになんかお金回ってないよになったんだと思うんですよね。でそうやって林社長に多分お金をこうちょっと貸してもらうか、もしくは株を買ってもらうみたいなことをやったんだと思うんですよね。で経営者で潰れる人っていうのはみんなこんな感じですよ。利益の計算ができてない、つまり売上と経費のバランスのこの差し引きが計算できてない人めちゃくちゃ多いんですよ。売上が後から入ってくるケースとか特に多くて、売上が計上されてて売上を見込んでて、で今のうちこのぐらいの経費使っても大丈夫ならみたいなことを考えちゃうんですよね。なんでそういった部分でなんかこうよくわかんないけど多分儲かってるだろうで進んじゃうみたいなことがよくありますんで、まあ今アホすぎるとかいう意見も結構出てますけど、でも倒産するところってみんなそうですからね、基本的にはまあそれはもう当たり前だと思った方がいいですよ。はい、そんな感じです。だってもし途中でそれ気づいてたら宣伝広告しなければいいだけの話なんですよ。リピーターだけで十分だったはずなんですよね。経費としてかかるものって、牛タンは売れなければ別に注文する必要もない、在庫を抱える必要もないわけじゃないですか。で、売れたらその分売り上げになって、経費としては人件費かかるんでしょうけども、人件費だって別に外注にしてれば、注文が入った時だけやってもらうも可能かもしれないですよね。家賃もかかんないわけじゃないですか。まあもちろんストックを置いておくような家賃はかかるかもしれないですよ。って考えたら、実は経費は宣伝広告費のみって言ってもおかしくないぐらいなんですよね。それで倒産しちゃうってことは、結局は売上の計算、利益の計算ができてなかった、宣伝広告費を多く使っちゃった、もうこれしかないんですよね。はい、と思ってます。